シュリービジャヤ王国、シュリービジャヤ王国、シュリービジャヤ王国、ケラジャーンスリウィジャイ、スリビジャヤ、スリビジャヤは、インドネシアやマレー半島、フィリピンに大きな影響を与えた、スマトラ島のマレー海上広易国家。漢文では、シ失礼ツ、生徒音訳表記される。また、アラブの資料では、ザバック、サバイ、スブリサの名で見られる。王国の起源は、はっきりしないが、 7世紀にはマラッカ海峡を支配して東西貿易で重要な位置を占めるようになった。シュリービジャヤ王国は7世紀のマラッカ海峡の交易ルートを広く支配し多くの公私国家を従える交易帝国であり、東はスマトラ島のジャンビ、西はマレー半島西岸の区だないし、北スマトラと海峡の両端に2つの拠点を持っていた。この海上帝国は スマトラからマレーにまたがる連合国家で中国やインドとも盛んに通称を行った。旅行者の記録ではスマトラの沿岸部では金貨が流通していたが内陸部には及んでいなかったとしている。タイ南部スラーターニー県のチャイヤーがシリービジャヤの首都だったと主張する歴史家がいてこの説が世界的に受け入れられつつある。というの通り点によればチャイアは 以前バン,バン王国と言われ、当時代には千人の仏僧がおり、十以上の仏教寺院があった。チャイアーのボーロマターと寺院には、シュリービジャヤ様式の代表的寺院である。1920年代、フランス人歴史学者ジョルジュセですが、新当時に、漢文で、失礼仏、生と記される国が、古代村湯語、コマレー語を非文に言うシュリービジャヤ、 スラーボ法派ではないと指摘したことにより、諸資料が再検討に供され、研究が進展した。しかし、セデスの説は完石には、失ツフッツ制は670年代に出現し、741年まで、党に調校する国として登場し、碑文の古代村湯語の表記には、南インド系のパラバ文字が用いられている。碑文は10点ほど残り、王国はしばしば、カダトアンと呼ばれる。 マラッカ海峡周辺の地域に、外側から最初に強い文化的影響を与えたのは、インドを起源とする芝信仰、後のヒンドゥー教であり、また、スマトラには、仏教が425年頃までには伝来している。西暦550年頃、シュリービジャヤ王国の起源となる勢力となったのは、メコンデルタにあった、フナンであり、それが、かつての俗領振動に追われ、 タイのバンドン湾にあったバンバンに亡命政権を作り、後に赤土国を吸収し、失礼フッツ、生として670年に、唐に入港した。後のサンフッツ生は、ジャンビト・ケダーとチャイヤーの三国による徴工を目的とした、連合王国である。7世紀には、唐の僧、議場がインドへの旅の閉じ、この地に長期間滞在し、記録を残した。 彼の記録は7世紀後半のシュリー・ビジャヤについての貴重な資料の一つとなっている詳細講述。7世紀から9世紀にかけて、シュリー・ビジャヤは貿易や征服を通じて地方の支配をはじめ、683年にダプンタヒャン王はパレンバントを支配下に収めた。さらに686年にジャワのカリョ王国も征服しシャイレエンドラ朝を建国した。これは、 大乗仏教の王国であり、8世紀末にボロブドール寺院を建設した。これは世界最大の大乗仏教寺院である。南インドの文字で記された碑文資料はパレンバン、バンカ島、ジャンビ、スマトラ南端のパラスパセマなどから出土しており、いずれも7世紀後半のものである。これらの碑文から当時のシュリービジャヤでは、 大乗仏教が行われていたこと、兵2万人の動員が可能であったこと、スリジャ・ヤナーシュという王が、サチあるそのを建設したことなどが知れる。シツリフッツ星の記録は、741年の兆候を、最後に姿を消している。マレー半島中部のナコンシータマラート、太陽国、ムアンナコンシータマラート軍で発見された、775年の、 サンスクリット語のリゴール碑文には、ビシュヌという名の、シャイレーンドラ王家のシュリービジャヤ王が三人を混流したと記されている。この時期、シュリービジャヤ王国グループにおいて、マハラジャ、王の中の王の称号が、シャイレーンドラ王家パナンカランに授与され、830年頃、バーラプトラガジャワを追放されるまで、シャイレーンドラ長が、シュリービジャヤグループのリーダーであった。その後、主要国三国。 蒸気によって、三サ,サイという連合生態が旧世期末に結成された。また、リフツ制は741年の最後の剣士の後消えたが、インドネシアの地域から中国へ剣士をしたのは、ヤワ島のカリョウという勢力であった。このカリョウは、シャイデーンドラーサ、シュリービジャヤ王国であり、シュリービジャヤグループから集めた、 朝廊品を持って768年に朝廊を再開した。それ以前の火領はサンジャヤ朝コマタラム王国であり、666年まで入港していた。中国資料によれば、サンフツ、サイと称される勢力がマラッカ海峡を望む地域一帯に出現し、総王朝へ朝廊を仕切りに行った。ベトナム中部宴会のチャンパ王国は、 戦場として三ツ制と対抗していた。その朝候も南宋の財政難から12世紀末には四白紙制度に切り替えられ、ほぼ10世紀にわたる朝行制度は一旦幕を下ろし、産仏債も自然消滅となった。ジャワ島のクディリアサのダルマ版社王は、シュリービジャヤの交易独占を阻止しようと、992年からマレー、スマトラ各地に侵攻した。 しかし撃退され。1017年、1025年には、長羅町のラージェンドラ一世の遠征で打撃を受けて、一時期衰退した。1275年には、ジャワ島のシンガサリアに征服された。同時代、同地域のスマトラ島では、アラブやインドの商人との接触を通じて広まった、イスラム教が広まっており、イスラム教徒であるが、アチェ王国を建国した。 13世紀の後半までに、道東北部のサムドラ王国の君主は、イスラム教徒に改宗した。同じ頃、1377年には、ジャワ島中東部のマジャパヒト王国によって征服されたが、1414 14年までに、マレー半島のマラッカに逃れたシュリービジャヤ王国の最後の王子が、イスラム教に改宗し、同地でするン生が始まった。 このマラッカ王国は1511年8月24日にポルトガルによって征服された。東アジアに節一切産系の経典類をもたらした唐の高層議場はインドへの旅の往復にシュリービジャイアに長期間滞在した。オーロは671年に甲州から出港し、20日足らずでシツリフッツ星に到着し、半年間そこで サンスクリット音音論を学んでいる。その後、マラユー、ムラユ、現在のシンガポールの向かいのリアウ諸島と考えられているに2ヶ月滞在し、ケツタ、クダを経由してインドに向かった。フクロは687年にクダ経由でムラユに到着したが、そこはシツリフッツ制の領土となっていた。パレンバンで見つかったには682年に シュリービジャヤの王が遠征に成功し、町を建てたことが記されている。これは、シュリービジャヤの戦勝記念碑である。シュリービジャヤは、マラッカ海峡全域の支配に成功した。議場は、695年までシツリフッツ星の地にあって、仏典の管約に携わったほか、と、を表した。議場は、当時のシツリフッツ星には、僧侶千人余りを要し、 方式も整備され、インドのナーランダー総院に匹敵するほどの大乗仏教教学の中心地であったと記している。以下の王名が国文より知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。